どうも、作曲の西澤です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっと時間が空いちゃいましたね。すいません。ちょっと作曲をしていたもので、筆が乗ってたんです。なので決して忘れていたわけではないんですけれども、そういうわけなので、どうぞお許しください。この動画、大変好評いただいております。知り合いに勧められてとか、先生に勧められてとか、そういうようなことで、見ましたというようなね、そういうコメントを結構いただいているんです。ね、やめるわけにいかなくなっちゃいましたね。そういうわけなので、僕も引き続き頑張っていきますので、皆さん一緒に勉強してまいりましょう。さて、今日から第一展開系、三和音の第一展開系というところに進んでいきたいと思います。第一展開系、ちょっと書きましょうか。こうドミソの位置があったら、このドが上になった形、こうですね。一番この第3音というのが一番下にある状態。これを皆さん、学典の時には6っていう数字を書いたと思うんですけれども、この本の中では前回にもね、前回最後に言った通り、この本ではこの1という数字ね、ちょっと汚れてる、1という数字で第一展開形を表現します。これは何でっていうね、時々そういう質問を受けるんですけど、それは僕は分かりませんので、島岡譲先生にまだご存命でいらっしゃるから、直接聞いてください。僕には分かりません。このミの一番下になってる形ですから、ちょっとバスの方に書きますね。こういう状態ですね。バスの方に、こういう形です。この上にどうやって上上三声をつけていくかということですけれども、基本的に第3音というのは、どんな場合でもそうなんですけれども、基本的に第3音というのは重複しないという決まりというのかな、させない方がいいですよという、ルールじゃないんですね。なんだろう、暗黙の了解？よくわかんないけど。なので、ここがオクターブになってる状態とかね、ドとソとド、でミを抜いた第3音を抜いたこの形とか、これはいろんなパターンがありえます。例えばこういうこともありえますね。こういうこともありえます。そのなんで第3音を抜くかっていうことなんですけれども、これは本の中にはね、ちゃんとは書いてないんですけれども、これちょっと僕の考えですけれども、バスに第3音があるっていうこと、要するに倍音が変わりますね。一番ミのミがね、第3音が一番下にあるということは、自然と一番含まれる倍音の、成分というものがこう変わってくるわけです。それをそのね、第3音だから、例えばミだとしたらミシミね、そのシャープとかが入ってきますよね。倍音をここを数えていくとね、そういう中で、要するに、ぶつかりやすくなるというのかな、せ、あの、濁りやすくなるというのかな、そういうところで他の部分には、ミを入れないとか、ミを入れちゃうと、その、要するにミが主音っぽくなっちゃうというのかな、そういうところで、他の声部、上三声にはそういうものを基本的には省いていくっていう、これで絶対じゃないんですけども、絶対ではないんです。場合によっては重複するっていうこともありえるんですけども、基本的には、このオクターブとか、あるいは、こういう形とかもありえますよね。あるいはこうとか、こう
とにかく上3つにね、こういうこともできる。上3つに、第3音を含めない形っていう形であれば、まあいろんな形がありえます。まあここの場合はまあね、根音が一番上になっているっていう場合の密集ですし、ここはオクターブっていう状態になってるということですね。あとはこっちもまあこれは第5音の、第5音が一番上になっている密集の形、3音抜きのね密集の形ですね。このこっちは第5音が一番上になっている乖離の形、そういうふうにね、いろんなパターンがありえます。いろんなパターンがありえます。うん、それね、オクターブがとかってね、その最適とかなんか、まあ一番最初に書いてあるから、皆さんね、なんか是が非でもオクターブにしなきゃいけないというようなね、そういうことをやりがちなんですけども、そんなことはないです。いろんなパターンがありえるということをまずは覚えておきましょう。はい、それでは第一展開形を含む連結、これをねちょっと先に見てみましょう。はい、こういうモデルを用意してみました。ここに、よどの一点と一度の一点というものを含めています。うん、これをね、最初の和音だけちょっと決めておきました。これをつなげてみようというところなんですけども、このね、ゼロの一度からよどっていう時、まあ、共通音がドが共通してますから、これをね、残すっていうのはその基本、ね、考え方は基本的に変わりません。ですから、まあ、このテノールを残すっていうことですね。うん、で他にね、このラを抜いたものを埋めていくわけですけれども、もちろん先ほども言った通りこういうことあり得るわけです。できるわけです。うん、ね、もしそうした方がメロディーが綺麗だったら、こういうことをね、ぜひやってみてください。まあ、今回はちょっと違う方向でいきましょう。ね、オクターブ、上三世オクターブにしてみました。うん、五音高位のこういうふうにしてみました。はい、で次、今度は一点の和音から、5度ね、4度の一点から5度、ね、一点の和音から基本形の和音に行くときなんですけども、これね、今までだったら4度のね、4度から5度っていう時、共通音がないからバスが上がれば上三世下げるっていうようなことをねやったと思うんですけども、これは同じことはできないんです。うん、なぜかというと、これまあラからソに下がってますね。これじゃあ全部上上げればいいのかなって、こういうことをしてしまうと、ここに連続5度ができてしまう。要するに同じ材料ができてしまう。これを避けなきゃいけないんですね。ですから、これをやらないためには、まあこういう形ね、一番近いところ、うん、一番近い構成音にこう行く、うん、そう、近い構成音を探してできないようにね、連続5度とかね、連続8度とかができないように、こういう近い構成音を探してそれぞれ埋めていく。うん、今ここでは第3音高位の密集に向かいました。はい、ではその続けてちょっといってみましょう。今度は、うん、ね、ソシレとミソドですから、ここの層が共通してますね。で同音は上がんなきゃいけないからこうですね。うん、高音上位のオクターブ、ね、こういう形になりますね。で次です。今度ね、ドが2つ、共通音2つあるんですけども、次の、ね、和音は基本形ですから、これ両方残すわけにいかないですね。片方だけを残す。うん、例えばこっちを残してみるなんていうと、まあこれはありですね。
ね、こういうことはありですね。これはちょっとあんまり良くないかな。まあ平達8度になっちゃうのかな、これね。うん、あんまり良くないですね。今度はこうソプラノも残してみましょうかね。今度ソプラノを残してみるとすると、はい、こういうのは大丈夫。うん、これね、じゃあこれはどうなんだっていう話なんですけども、まあ内声だったらね、大丈夫ですから。うん、内声だったらこう8度になるっていうのも大丈夫ですから、これは OK ですね。うん、あるいはこういうこともできます。うん、これでいってみよう。ご恩行為の帰り。うん、これね、一番ここで何が言いたいのかっていうとですね、このオクターブを挟んだら、まあ、密集だったもの、まあ、ここは密集ですけども、密集が密集になってもいい、帰りが帰りになってもいい、あるいは密集が帰りになってもいい、これ逆でも OK です。帰りが密集になってもいい、要するにオクターブを挟んだらその、ね、前後をこれは一致させなくていいんです。うん、配分を、まあ、ずっと配分は一致させてくださいよっていうのが、ね、今までやってたことですけども、ね、密集が突然帰りになるってことはない。ただこのオクターブを挟んだ前後だったら、ここでこのオクターブの、ね、下ポイントで前後帰りだったものを密集にして、密集だったものを帰りにして、これはできるっていうことです。もちろん、まあ、密集のままでもいいんですよ、帰りは帰りのままでもいいんですよ。ただこれをうまく使うと、要するにメロディーラインがね、綺麗なメロディーラインっていうものが、より一層作りやすくなる、あるいは工夫しやすくなるっていうことで、この前後、まあもちろんバス次第ですけれども、ね、その動きをよく見て、一番できるだけ綺麗なラインっていうものを作っていけるように、こういうポイントをうまく使えるように練習してみてください。教科書にもある通り、2度の一点というものだけ、第3音を重複させるということが推奨されてますね。ちょっとここ今気にしないでください、ね、2度の一点という和音があったとき、これはテノールね、このテノールにこの第3音ファの音を重複をさせて、あえて重複をさせてラ・レと、これが最適の形と言われて書かれています。ただね、あんまりこれに意地にならないでください。よくあるんですけども、こう生徒さんなんかを見ているとね、意地でもこう2度の1点が出てくると、意地でもこの形にしちゃうっていうね、そういう回答を、その課題をね解いてくる生徒さんなんかいるんですけれども、1点というのは、まあ、そもそも連続ができやすいんですね。ちょっとそれでこっち側ちょっと見てみてほしいんですけども、今同じパターンですね、1度から2度の1点という、まあ最初これ、ね、第3音行為の帰りっていうふうにね、ちょっと最初指定しましたけども、これ1、2、3番これ全部同じ和声進行ですけども、皆さんこれどれが最適だと思います？どれが一番いいでしょう？ね、この2度の一点というものの最適な形はこれだっていうね、こう教科書に書かれているから、ね、大体皆さんこういう間違いしちゃう。ここだとドとファでこれ連続8度できちゃってますね。これいけませんね。同じ、とにかく、同じ材料を作っちゃいけないっていう大前提がありました。これはもう第1回目から口を酸っぱくして言ってますけども、合唱に同じ材料はいらないんです。ですからこれは連続8度、ここはいけません。じゃあ、
第3音重複させない形、こっちのね、ファを重複させないで出られていい、これももちろん使っていいんです。じゃあこれを使ってみるとどうだろうっていうと、今度はですね、ここテノールとアルトにね、ドソレラでここに連続コードができてしまう。困りましたね。じゃあ一番いいのはどういう形かというと、この最後のこの形です、ね、帰りのまま第3音をここに重複をさせて書く、この形であればどこにも、要するに連続というものができないというね、まあ 1度と、2度の1点だとドミソとレファラですから、まあね、共通音がない連結ですからね、こういう形でやっていく、そうするとまあ連続ができない、まあとにかく他のどの4度の1点でも5度の1点でも、とにかく1点というのはこうやって連続がとてもできやすい形ですから、そういうところを少し注意して、いろんなセーブのね、進み方っていうのを気をつけて進めてみてください。今までは全て基本形の和音を使った連結でしたけれども、今度から一点という選択肢が出てきます、今まで連結のさせ方は今やった通りなんですけども、今度は皆さん自分自身で和音の選ばなきゃいけないということになってきますね。今まで基本形で使っていたね、こうちょっと振ってみましたけれども、この今度はここね、このミの音に、まあ、1度の1点という選択肢が出てきます。まあ今のところミの音はもう1度の1点しかないので、もうこれが出てきたら1度の1点だ、これはまあ迷うところないですね。あとここバスにシの音が出てきたら、これはソシレのシですから、まあ5度の1点であるっていうね、これも迷いようはないと思います。ただし、迷うところが今度出てくるわけですね、ファとラ、ここですね、ここに2度の1点という選択肢と、今度はラのところに4度の1点という選択肢が出てくるわけですね。これは皆さんまあ判断しなきゃいけないんです。皆さんの力で判断をしなきゃいけないんです。そうなると、何を基準に、まあ、特にそのファの部分とラの部分ですよね。要するに解明で言うと、そこをどういう基準で4度にすればいいのか、どういう基準でね、どういう基準で2度1点なのか、どういう基準で4度なのか、どういう基準で6度なのか、どういう基準で、4度の1点なのか、そういうことをいろいろ考えなきゃいけないですね。まあ基本的に4度というのはファの音があったら、4度はどんなパターンでも使えるものだと思ってください。2度の1点が、これが2度の1点であるっていうね、条件というのは何かというと、次に5度が来る場合、もう一つは5度の1点が来る場合、この場合だけここは2度1点が使えますということです。他の度数だった時、つまり、こういう考え方もできるんですけども、ファの音が2つ続いていた場合は必ず最初が4度、次が2度1点ね、これを2度1点と考えるためには、次が絶対に5度じゃなきゃいけないので、
ことじゃなきゃいけないので、なのでファが2つ続いている場合にはこちらは、まあ、2度、最初の方が4度で次が2度1点、うん、という考え方ができますね、うん、4度はあのファの音であれば、ね、要するに解明ファの音が下にある場合には4度というのはどんな時でも使えます。どんな時でも使えるんです。なので、まあ、困ったら4度でいいじゃないかって、まあ、言えるんですけども、まあ、皆さんできるだけあのここの場合はまあ訓練なので、2度の1点の使い方を慣れてもらうためにも使える場所っていうのをちゃんと見極めて、2度1点できるだけ使うようにしてください。そうするとその2度1点のね、扱い方が慣れていくと思います。もう一つはラの方ですね。例えばですね、まあこうなっていた場合、これ4度1点大丈夫です。4度の1点を受けます。5度を受けます。ただしここで、前にも第何回目、T だとか D だとか S だとか、ね、トニックだとかサブドミナントだとかその、要するに構文っていうことをね勉強しましたね。 T の後に、D が来てで T が来ると T、S、D、T そういう順番がちゃんと並んでなきゃいけない。これが T、D、S、T という形にはできないというようなことを言いましたね。前に5度があった場合、これね、D、S、D という形になってしまうので、これはこの場合には4度1点使えないんです。これはどうしても6度じゃなきゃいけないんです。そうするとここが T になって、ね、D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 、T、D と、これだったら、ね、ちゃんとスムーズに文法通りに進むことができます、うん、こういう場合、まあ、あの前後をちゃんと見極めて、まあ、こういうところっていうのはね そんなにないと思いますけど、まあね、こういうパターンが出てきたらちゃんと、今度は最後の最後はそのこれは T なのか S なのかとかね、そういうところも考えてちゃんと T、S、D、T の順番、TDT あるいはね、そういう順番になるように組み立てて和音を決めていくという作業が必要になります。はい、そういうわけで、第一展開形というもののね、扱い方、連結のさせ方ということを今日は勉強してまいりました。和声をね本当に始めたての方もちょっと 見ていらっしゃるようだから、難しいところですよねここね。一番つまずきやすいところだと思います。ちょっとね今日の内容だけだと、もっと説明が欲しいっていうね、そういう人も、まあ、いるんじゃないのかなと僕は思うんですけど、ここちょっと踏ん張りどころなので、まあ、適宜フォローなんかをしつつ、やっていきたいと思いますけれども、まあ、ただそうですね、コメント欄にですね、まあ、今までのこうねいろんな作曲家たちがやってきたようなことっていうのをね、もしこういう知識で理解しやすくなるっていうことがあったらぜひ教えてくださいというようなね、そういうご意見があったんですけれども、まだかな、まだですね、まだちょっとここはそうだな、算数で言ったらだいたい第一展開形あたりで2桁の足し算とかに入ったあたりじゃないですかね。基本形で一桁の足し算引き算とかね、だいたいそれぐらいだと思うんですよ。でこの本を、まあ、OL あたりっていうのは、まあ、だいたい俗七俗句っていうあたりですけども、多分ね俗七俗句の扱い方っていうのが多分句句とかじゃないのかな。みんなねだいたいこの本を OL あたりで、まあ、句句を覚えて終わりっていう感じだと思います。そうなるとね、じゃあ句句を覚えたての、ね、小学生の子たちが、ね、例えば、
大学の数学科、まあ数学科で何を教えてるのか僕知らないですけど、大学の数学科とかでね教えていらっしゃるような教授とかね、例えば岡清だとか森剛だとかっていう人たちが何をやっていたのかっていうことをね、足し算引き算書くだけでね把握できるのかできないのか、ちょっと難しいと思います。まあ、ちょっとね逆に音楽家にはちょっとあんまり通用しない例えかもしれないんですけどね、そういうものです。それぐらいの開きがあります。とはいえ、そういう人たちだって ね要するにそういう立派な数学者の方々だってね、まあまずは一桁の計算ができるできないというところからスタートしたわけですね。みんなそこからスタートするんです。作曲家もやっぱりこういうところからスタートするんです。でそういうのを勉強してきて、それが自由自在に扱えるようになった人たちがね、もっと複雑な、もっと、まあ、抽象的なとか、もっといろんな形のものをねこう造形していったりとか考えるようになっていったりっていうことを、やっぱり入り口は一緒なんですね。句ができない人がね、そのもっと難しい計算なんてやっぱしんどいですよね。難しいと思います。まあそれぐらいの開きはあるとはいえ、ただみんなやっぱり同じところからやってるんだっていうこと、それをまあ覚えておいてほしいなっていうこと、長い旅路ですけれどもね、やっぱり九九ぐらい、九九は使えないとね、日常生活だってねちょっと困っちゃいますよね。ね、そういう九九覚える、まあ九九じゃない、俗七俗九を覚える、そういうところ、それぐらいはやっぱりできるようになっておいた方が、ね、今後の音楽を生活していくっていう上で、ね、特にこのクラシックの音楽っていうものね、生活していく上でやっぱり必須の能力になっていくだろうと思いますので、なんとか頑張ってこの一環ぐらいはできるように、皆さんで頑張っていきましょう。というわけで、分かんないことがあったら、ぜひいろいろコメントで寄せてくださいね。ここをあやふやにして進むとその先もっと分からなくなっていっちゃうんでね、そういうのをちょっと拝見しつつ僕もいろんなフォローしてみたいと思いますので、ぜひお便りお寄せください。それから添削っていう希望がありました。添削、したいと思います。状況を整えますので、整え次第この画面のこの辺に説明のところに、ここですね、ここに案内を追加して、書いておきますので、皆さんがねこの期間早稲の勉強がね進められるように僕も手伝っていきたいと思いますので、今後とも、ね、頑張っていきましょう。というわけで、西澤健二です。